終焉の時、甘く見ないでください。今ここに。ブレるというのか。全力でいきます。アイテムを使いますね。我は犯罪者、ゲーム業界を暗い滅ぼす者。全力でいきます。なかなかやるな。ポットでのくせに強すぎ。けどこの勝負娘たちがもらったよ。何を勘違いしている。こちらはまだ半分も力を出していないのだぞ。そんなはったり娘は引っかからないもんね。ならばその身で思い知るがいい。我が真の姿の力をな。その姿はなんであなたがその姿に。うげえキモ。キヤッチ、私あいつと戦いたくないかも。触るのやだな。え、いきなり何を言い出すんですか。冗談だって。焦るギアッチかわいい。もうこんな時に冗談は心臓に悪すぎだよ。まだ戯れ合う余裕が残っているようだな。ならそのまま死ね。そんな時間稼ぎのハッタリにこの私が引っかかるものか。死ね。どいてどいてどいて。ぶつかるー。えすごい煙。なんだ、何が落ちてきたのだ。まさか本当に小娘どもの援軍だというのか。いやー、落ちた落ちた。もう少しでスカイフィッシュが捕まえられそうだったんだけどな。そこでまさか地面がなくなっていたとは。けど高いところから落ちても大丈夫なように体って意外と頑丈にできてるんだね。えっ、あ、下にいた人だ。ねえ、怪我とかない？大丈夫だった？誰だ？私の名前はネプテューヌ。何を隠そう、次元を股にかける通りすがりの昆虫ハンターだよ。ほかーって取り込み中だったんだよね。邪魔しちゃってごめんね。うん、状況は大体分かった。可愛い子の味方の私としては状況的にもこっちの助太刀をするよ。ねえ、そこの桃色の髪の可愛い子、名前はなんていうの？私ですか？うん、私ネプギアって言います。うわー、名前にネプってつくなんて奇遇だね。海洋戦の私としてはセンチメンタリズムの運命を感じずにはいられないよ。おい、ねえねえ、海王、これってどういうことなの？ネプっちがでっかくなって落ちてきたよ。こればっかりは俺にもわからないけど、協力してくれるならありがたい限りだ。おい、何、君たちはNepgearのお友達？あなたの腕にくっついてるのかっこいいね。見せて。かっこいい？これのかっこよさがわかるなんて、大きくてもネプっちはわかってるだ。おい、ネプッチ、今はそれどころじゃ。てか、その魚何？真顔でおかしいな。おいと言っている。急に変なのが切れた。くだらんおしゃべりはそこまでだ。よくも私を無視してくれたな。もしかして私たちとお話ししたかったの？けど女の子をいじめるような悪い人は私的にはお断りかな。見た目もなんか気持ち悪いし。貴様、好き勝手言いおって、このマジェコンヌ様をバカにしたことを死をもって償わせてやる。マザコング？変な名前。マザコングではない、マジェコンヌだ。マジェコンヌ、マザコンヌ。おお、一文字言い忘れるとマザコンだ。貴様、さすがネプッチ、おばちゃんを煽らせたら右に出るものはいないね。それ以上にあの人の煽り体制のなさが問題なような。貴様だけは許さん。3人と1匹まとめてぶち殺してやれ。うん、ちょっと待って。はい、戦闘前の回復は RPG のお約束だからね。今回は特別に私が作ったスペシャルなネプピタン V2 をプレゼントしちゃうよ。すごい色だけど大丈夫なの？ようやく口に苦しって言うし、ちょっと苦いのもご愛嬌だよ。さあお風呂上がりの牛乳のごとくグイッといっちゃって、グイッと。えい、苦いけどすごい傷が癒えてく。それになんだか力もみなぎってくるかも。これならあいつに負けないかも。それじゃあ今度こそ張り切ってボス戦闘行ってみよう。娘だって女神なんだよ。くるドリーム。送るドリーム。アイテム使ってよし、標語にしちゃうぞ。レイジングラッシュ。娘の番だね。本気でいくよ。今ここに落ち着いていこう。いざ参る。これでね、レイジングラッシュ。くるくるドリーム。今ここに手がぐるぐる回る。どうぞ、くるくるドリーム。しよう。レイジングラッシュ。やるしかないんですね。やるしかないんですね。くるくるドリーム。迷いはありません。破れるというのか。気にしてごめん。この私が。次はもっと頑張らなきゃだよ。はい、レベルが上がりました。レベルアップ。バカな、この私がこんなふざけた小娘ごときに破れるなど。それが実際に負けちゃってるんだな、これは。あれ？もしかして2人って女神様だったの？まあな、名乗り遅れたが俺の名はうずめ。この国の女神だ。さっきは助かったよ。うずめって普段はかっこいいんだね。俺がかっこいいだと？さすがネプチー、分かってるじゃないか。ネプギアは女神化を解くと名前だけじゃなくて見た目も私とそっくりさんになるんだね。私に妹がいたらきっとネプギアみたいな子なんだろうな。いいなあ、妹欲しいな。こらこらネプッチ、ギアッチが困っているよ。ごめんごめん、困らせるつもりじゃなかったんだよ。つい浮かれちゃって。あ、そういえばこのグロテスクなのはどうするの？マザコングって言ったっけ？どうしましょう、倒した後のこと考えてなかったかも。まさか逆転できるとは思ってなかったからな。けど散々いたぶってくれた礼をするにはもってこいの展開だな。へへさて、どんな目に合わせてやろうか。俺直々にかっこよく制裁してやるから覚悟しやがれ。私にはこれ以上貴様らと戦う意志はないんだぞ。それでも女神か。女神なら女神らしく、捕虜の扱いは法律にのっとってだな。法律？そんなもん知らねえよ。この国の女神は俺だ。つまり俺が法律だ。だからてめえに俺が何したって法廷内なんだよ。うっかりてめえを殴り殺しても法廷内での事故なら仕方ねえよな。暴力はいけない。うずめさんノリノリですね。これではまるで太刀のあるヤンキーだね。それほど鬱憤が溜まっていたのだ。けど完全に悪役キャラですよね。待って待って、暴力はダメだってば。貴様、私を助けてくれるのか。どけ、でっかいねプッチ。こいつだけは見逃してやる義理はね。ダメったらダメなの。このグロいのは私が標本にするって決めてるんだからダメなの。だって見てよ、この紫色の羽、いかにも毒を持っている珍しい蝶って感じだし、絶対レアな生物だって。だから生きたまま標本にして私のコレクションにするんだ。ある意味一番たちが悪いんだ。そんなわけで吸収。吸われる。あ、すごい。マジコンドが小さくなりながら本に吸収されていく。そして最後にテープで止めたら、はい、おしまいと。へえ、すごいなこの本。あんなにでかかったやつが。小さくなって貼り付けられてやがるぜ。おい、これはなんでこの私を誰だと思っている。今すぐ解放しろ。なんか言ってますね。けどこんなに厚さがあるんじゃ本が閉じないんじゃないかな。こら、私を無視するな。それなら大丈夫。へい、よくわからないんだけど、こうして閉じちゃえばさっきのまま保存できる便利な本なんだ。よくわからねえけどなんだかすげえな。けどこれならば持ち運びも便利だし、後でゆっくり彼女から話を聞き出すこともできるだろう。俺としてはボコリ足りねえけどな。さて、それでは改めて本拠点に出発しようか。そうだな。でっかいネプッチも一緒に来るか？私もいいの？助けてくれたんですし当然です。何かお礼もしたいですし。はい、やったー。に来てからずっと一人ぼっちだったから寂しかったんだよね。それに持ってた携帯食料がなくてバンダレジに寸前だったんだ。なら礼に腹いっぱい食わせてやるよ。本当ありがとう。それじゃあ出発しようか。込み入った話は拠点についてからだ。